魔女を殺せ。それが秘殿下より下された命であった。その命がいかなる心持ちから出されたものか想像に難くはなかったが、我らにその言葉に抗う術はなく、我とメルダースの末裔はゾフィーが信頼の証として開示してくれた魔力の地図を逆手に取り、彼女が力を使えぬ土地でゾフィーから魔石を奪い、異端審問官に引き渡したのだった。砕けた魔石は国を救った恩人に対する裏切りの象徴であるかのようだった。おそらくあの時のゾフィーのエンサの顔は一生忘れられぬだろう。それは魔石だ。今ゾフィーが持っているもののおそらく片割れの。生まれた刹那光放ち、息を捨て畑の命は魔女の魔か。おそらくゾフィーを陥れたメルダース家によるものかと。祀ることで許してもらおうと思ったのかもしれないね。ゾフィーが見たらどんな顔をするか。おやおや、熱心なことだ。もう魔女の作戦担当から外されたというのに。ここはもう十分見せていただきました。それで報告にあった発見された墓というのは。ご案内します。確認した軍医の話ではほぼ本人に間違いないとのことでした。そうか、手厚く葬ってもらったようだな、リッケルト。今ゲールが快進撃しているのは君のおかげだ。ただそのせいで僕もなかなか厄介な立場に追い込まれているがね。ヘイガー中佐、大公の捜索部隊から連絡が入りました。潜伏先を発見したとのことです。フィーネ様、もう少しだけでも召し上がってください。お体に触ります。すまぬ、こんな状況でわがままを言うつもりなどないのだが、本当に喉を通らぬのだ。ゲールの親衛隊の急襲です。
ほぼ制圧したようです。うん、どうこうしてもこれまで工事本人に二度ほど会ったことがあります。特定に役立つかと。ではお好きに。よろしいのですか？いろいろと手間が省けますからね。あそこか。はっ。捕らえた兵を何人か連れてきなさい。なるべく無傷のもの。はっ。イゼッタは無事だろう。おそらく今ジーク殿と外出しているはずですので。外出だと？なぜ？オルトフィーネ大公、あなたたちはもう袋のネズミです。降伏して出てきなさい。早く出てこないと。引き金を引く私の指が疲れてしまいます。やめてくれ。待て。私がオルトフィーネだ。それ以上殺さないでくれ。武器は持たずにお一人でこちらへ。仲良く蜂の巣にして差し上げても良いのですよ、フィーネ様。本人です。お前は？お初にお目持ちします、太閤殿下。手こずらせてくれましたな。貴君らに従う。その代わりここにいる者の身の安全を保証してほしい。おや、交渉の余地が終わりだと。どうか頼む。台無しですよ、太閤殿下。気高くどこまでも抵抗してくださらないと面白くないではないですか。まったくがっかりだ。この地下壕は中のネズミごと全部火炎放射器で焼き払うことにしましょう。姫様から手を離して。マジ？魔石の塊か。ここは魔女の力が使えない場所だと。この石を使えばおそらくゾフィーと同じように力を使えるはずだ。だが白き魔女はかつての本物のゾフィーは言っていたそうだ。魔石は魔女の寿命を蝕んで力を引き出す。使いすぎれば長くは生きられないと。ならなぜ今出す？イゼッタは十分戦ったんだ。フィーネ様だってそんな力を使って戦っても絶対に喜ばない。こんなになって見ていられないんだ。おありがとう、ビアンカさん。でも私最後までちゃんとやりたいんです。全部終わりにするまで。だって姫様のために戦うことだけが、それだけが私がしたいたった一つのことだから。ここまでか。最後に教えてくれるかな、
親衛隊には皇帝から僕の抹殺命令が出ているね。ああそうだとも、お前はもう終わりなんだ、お前だけが。なのになぜ私がこんな目に遭う。さあね。撃たないでくれ。投降する。それは貴様が。ああ、できればお手柔らかに頼むよ。魔石を持った魔女相手じゃ僕なんか簡単に殺されてしまうからね。魔石、姿が見えないと思ったが、なるほど、魔力を充填しに行ってたのかな。イゼッタ。だがよく決意したものだ。使えば体中が痛みで苛まれ、命が削られていくというのに。今から目隠しを外す。結構な長距離ドライブだったが、登りがあまりなかったあたり、今度は森の中にでも移動してきたのかな。君がゾフィーの仕掛け人だな。アルノルト・ベルクマン少佐、先日中佐に昇進したよ。ジークハルト・ミュラー補佐官、今は首席補佐官だ。これは失礼。お互い少し情報が古かったようだね。ずっとエイルシュタットに僕と似た考え方をする人間がいると思っていたが、それは君だな。相手が君でよかった。早速だが取引がしたい。取引？拷問よりは得意だろう。そのくせ君は目的達成のためなら手段を選ばず、時に非道とも言える手を打てるタイプのはずだ。違うかな。取引の内容は、僕の上着の襟の後ろを破れ、そこにフィルムが隠してある。ゲールは魔女の作った魔法結晶、エクセニウムと名付けられた新エネルギーを使った新型爆弾の実験に成功した。その爆弾はやはり魔力で飛ぶ新型の誘導ロケット弾、ミサイルと名付けられた兵器に搭載され、ランツブルックに向けて放たれる予定だ。そして時を同じくして、ゲール主催で列強の代表者を集めた秘密会談がベストリアで行われる。参加者の身の安全を完全に保障するという条件付きでね。講話の策定に関する会談と銘打っているが、実際には新型爆弾のお披露目と同活だ。エイルシュタットのようになりたくなくば全面降伏せよと。それが事実だとして。事実だよ。だとしてなぜお前はその情報をこんなにあっさりと渡す。今の僕はゾフィーの任から外されて抹殺命令が出されてる身なんでね。君たちには親衛隊を手にかけることで覚悟のほどを見てもらったつもりだが、こうなった以上君たちに勝ってもらうしかないのさ。それにゾフィーを倒せばイゼッタは疑いようもなく世界最強の存在となる。一人でゲールを滅ぼすことすら可能になるだろうからね。お前に国への忠誠はないのか。僕はただ死にたくないだけなんだよ。そして殺されないようにする一番簡単な方法は、自分を殺しそうなものを全て殺してしまうことだ。違うかい。そんな理屈を通せば最後には自分以外誰も残らなくなるぞ。ああ、それはいいね。とても安全そうだ。安
心したよ。僕は君には似ていない。僕らは水と油だ。そうかい？新型爆弾だと。その爆発力は TNT 火薬に換算すると20キロトン分に相当し、一発でランツブルック全体を吹き飛ばせる威力だそうです。一発で戦略爆撃以上か。おっとおめえ、よくもこんな悪魔のような兵器を。こんなものを撃たせるわけにはいかん。なんとか阻止せねば。だが、これも魔女の力が戦争に使われたゆえか。もうよい。降伏しよう。この身を差し出せば、ゲールもそこまではせぬはず。姫様、その魔石はそなたの命を削っているという。そんなそなたをこれ以上戦わせることなどできぬ。私にはオットーをそしることもできぬ。私もまた魔女の力の誘惑に勝てなかったのだから。だがそれは決して犯してはならぬ一線だったのだ。そなたの祖母が固く戒めていたというのにな。誘惑に抗えず、結果私は世界をめちゃくちゃにしてしまった。もう全て終わりにしよう。一人で勝手に終わらせないでください。姫様いつも言ってた。自分は国のみんなに生かされてる。だから戦うんだって。私もそう。私なんかのためにたくさんの人が命を投げ出してくれた。だからイゼッタ、私まだこうして立ってる。まだ戦える。二人で始めたことだもん。二人で終わらせなきゃ。苦しいのも辛いのも分かってる。でもそれでもいつもみたいにお願い、フィーネ。我が名はフィーネ。オルトフィーネ・フリーデリカ・フォン・エイルシュタット。そうだな、私は命ある限りそなたの願いを叶えると誓ったのに。すまなかったイゼッタ。戦おう、共に。はい。ミサイルはゲール南部ルーゲンバッハ基地から発射される。だがまだ基本的にはゾフィーがコントロールしなければならない。だから発射される前に彼女を戦闘に引きずり込めば、ミサイルが撃たれることも起爆させられることもない。そしてクローンである彼女には活動限界がある。全力戦闘ができるのはせいぜい2時間。魔法の使い方次第ではそれ以下だ。その間イゼッタがしのぎきれば。エイルシュタットにミサイルが撃たれることはない。だがそれだけではことは終わらぬ。ベストリアの会議には何としても出なければならぬ。ゾフィーを倒すならば余計に。必要な書類やつては貴様なら用意できるな、ベルクマン。殿下。列強が先に講和を飲んでしまう事態は避けねばならん。それにイゼッタが勝った場合もまた。いや、その時こそ私がその場にいなければならぬ。もうゲールには戻れないしね。一蓮托生だ、太后殿下。私とビアンカもお供します。頼む。会議に間に合わせるには明日にも出立せねばならん。準備を。はっ。月は見えぬか。イゼッタ。姫様。そなた、魔法を使うと体が辛いのではないのか。そんなのどうだっていいんです。さ、
ってごめんなさい。まさかそなた、それを謝るために。許してもよいが、一つ条件がある。姫様、昼間せっかく名前で呼んでくれたのに、また逆戻りなのか。フィーネ様。様はいらぬ。フィーネ、もっと歯切れよく。フィーネ、さ、その調子。使ってみて分かったことがあるんです。それで姫様、フィーネに相談したくて。話してくれ。はい。さてゲールめ、何を押し付けてくるやら。まあいい加減その銃をしまってくれないか。ここまで順調だったろう。黙れ、お前などに気を許すものか。そういえばそろそろ彼女も出撃する頃だね。共に行こう。全て終わりにするために。